エキスポランド、エキスポランド、エキスポランドは、かつて、大阪府水田市の万博記念公園に付帯していた遊園地。1970年、昭和45年に開催された大阪万博のアミューズメントゾーンとして作られ、閉幕後、1972年、昭和47年3月15日に営業を再開した。敷地面積は、約20ヘクタール、2009年。 平成21年2月をもって閉園した。万博開催時の建設にあたり、阪急電鉄がプロデュースした経緯から、かつては阪急東方グループに属していた。ただし、閉園直前時点で、阪急阪神東方グループ公式ホームページなどの、企業一覧にエキスランドは記載されておらず、休園時の親会社は、アミューズメント施設の開発をしている、泉明工業であった。 万博閉幕後のエキスポランドの運営は、万博記念公園管理者の日本、万国博覧会記念協会、2003年4月より、日本万国博覧会記念機構から、株式会社エキスポランドに委託されていたが、売り上げの95%がエキスポランドに交付されるという契約であるなど、不明瞭さがあり、1973年、昭和48年の衆議院予算委員会でも、 取り上げられたことがある。2007年、平成19年に後述する、ジェットコースター、風神雷神 E の脱輪事故の影響で、客足が例年の2割以下に減少、また赤字もあり、同年12月10日から休園。2009年、平成21年3月までに再開する予定であったが、営業再開が見込めないため、2008年、 平成20年10月28日に民事再生手続きの開始を申請した。負債総額は約16億円。触れ合い動物園を中心に様々な動物のパフォーマンスや新しく子供用語カートを設置し、園名を変えてファミリータイプの遊園地として再生する予定としていたが支援企業が現れず2009年平成21年2月24日の 提出期限に再生計画の提出が困難となった。そのため、2009年2月9日に取締役会で再建を断念して閉園することを決定し、大阪地方裁判所に再生手続きの廃止を求める上申書を提出した。翌10日に大阪地裁が再生手続き廃止決定を行い、2009年2月には破産手続きに移行した。 日本万国博覧会記念機構が、エキスポランド側の破産管財人に対し、敷地をさらちにして返還するよう要求したことを受け、2009年8月から、破産管財人により各種施設の撤去工事が進められ、翌2010年、平成22年3月に一部を除き完了。後地利用については、敷地所有者の日本万国博覧会記念機構が、検討をするとしている。 これより、前の2008年7月18日には、老朽化が進み収容人数や設備が、国際サッカー連盟、FIFA のスタジアム国際基準を満たしていないなどの、問題が生じた、万博記念競技場に代わる、J リーグガン大阪のホームスタジアムの建設候補地として浮上した。また、2008年11月29日には、米映画大手パラマウントピクチャーズのテーマパーク、 建設候補地として報じられた。ただし、日本万国博覧会記念機構は、両構想とも、報道時点では、白紙としていた。2010年3月下旬から2011年5月15日まで、その北側約4ヘクタール、園全体の5分の1を、農業体験型公園ファーム駅スとして、開園していた。貸農園ではなく、畑の教室として、 月に2回農業アドバイザーに指導を受けながら、スケジュールに沿って野菜を栽培していく。他にも農産物直売所、エキスポマルシェや畑の教室の敷地の一部で、収穫のみの体験も可能など、ファームエキスポ利用者以外も利用することができる施設があった。2011年、平成23年7月9日から9月4日まで、園内にあったプールを、 バンパックプールガーデンとしてをオープンしている。2011年3月、大阪府は、後地利用事業者を公募、テーマパーク建設を目指した大阪投資マネージメント、不動産ファンド、3、キャピタルマネージメント系及び、パラマウントピクチャーズ連合と、ザ・ミュージアム・シティ・オブ・エキスポ21をコンセプトに、教育や異文化交流をテーマとする。 複合型エンターテインメント施設を提案した三井不動産が名乗りを上げ、同年12月13日に三井不動産を選定した。商業施設に併設して、複数のエデューテインメント施設や水族館、運営は、海遊館、シネマコンプレックスを併設し、観覧車も復活させる計画で、2014年、平成26年7月17日に着工、2015年、 平成27年11月19日に、イクスパシティとして開業した。2015年現在、イクスパシティが開業し、その他の計画もすでに着工しているため、アトラクションはすべて撤去されている。ジェットコースターのダイダラザウルスは、模様替えしながらも万国博開催当時から、残存していたが、2008年、平成20年5月に撤去された。また、南高部には、 当時のエキスポタワーが残されてシンボルとなっていたが、老朽化のために2003年、平成15年に解体撤去された。詳細は、それぞれの項目を参照とのこと。2007年、平成19年5月5日、風神雷神 E の風神の車体から車輪と関連する部品が外れて脱輪し、乗客1名が死亡した。事故後、 客足が伸びなかったため12月9日をもって再び休園し、上述の風神雷神 E か4施設を撤去するとともに改修工事に入ると発表した。2009年平成21年春をめどに再開する予定であったが2008年平成20年10月に自主再建を断念民事再生法を申請し2009年2月に破産手続きに移行した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。